はい、それじゃあチャプター13やっていこうと思います。いきなり始まるんじゃな。壊せるかな。壊せた。あ、この辺無視すりゃいいか。上に行こう。上に。どこだ、どこ行けばいい。お、ボスっぽい。4人でお出ましとは。誇り高き2つの種族が随分と慎重に、いや臆病になったと言うべきかな。彼女に襲われたのが随分と恐ろしかったのか。なるほどね。やっぱりあんたが黒幕ってわけ。何のつもりでしつこく狙ってくるのか知らないけど、私たちを敵に回したのが運の尽きよ。敵？何も知らぬ哀れな弓地よ。どういうことだ。まあ、お前ら勝手に話を進めんな。結局はあれだろ、こいつが敵で撃ってます、そんだけだろ。あとはお前に任せるよ。こう見えても私は多忙でね、お姫様たちの相手ばかりしてるわけにもいかないのさ。待て。まさかとは思ってたけど、あなた私たちと同じ。お姉ちゃん、こいつもしかして水。関係あるか。今までの借りを全部返してやる。さあボス戦の、うわ早い。ちょっと待って、ちょっと待って。おや、ちょっと待って、早いぞこいつ。おお、カウンター。うわ、やべえ、ダメだこれ、きついぞこいつ。やべえ、ピョった。待て待て待て、ピョったピョった、いけん。全然敵の所在がわからん。うわ、やべえ、ピョってる。よし、みんなでフルボッコ。うわ強えなこいつ。うわ早い、何よりも。うお、早いな。の一応削れてきてる。お、いける、いける。どうだ。お、倒した。え、このステージこんだけとか。あなたもしかして気がついて。うん、今はあの女を追うわよ。うん、やっと黒幕の居場所を突き止めたわ。ここから北西に向かったとある島の研究施設を拠点にしているみたい。姉さん、早くあの人を止めないと、今よりもっとひどいことに。ああ、さっさと乗り込むぞ。あや、サキ、何ほうけてんだ。お前らとあいつらの関係は知らねえが、今はあの女を倒すことだけ考えろ。言われなくても分かってるわよ。サキ、準備はいい？うん。あの女を倒して全部終わりにしよう。
撃墜に備えてヘリが島に近寄れるのは1回だけよ。降ろした後の迎えは保証できないわ。島が見えてきたわ。はい、じゃあこのステージはあっという間だったみたいですね。